春になって田んぼの ここが私のオフィスで、これ彼らが私の同僚です。チーズ作りで一番大切なのはここです。幸せな牛から搾られたミルクを使って作るチーズは最高のものだと信じています。牛にはあのパンの名前がついています。シナモンとエピとクイーニーとノアとベーグルとドーナツとジャースケと、自然に触れると心が和むんですよね。まあ、神様が創造されたその最初の時期に創造された木とか、あの土とか昆虫とか動物とか、今私の農場にはヤギが大体30頭います。あの正確に数えたことありません。彼女の名前はボンボン、ボンボン、今あのみんなからすごい小さい牧場だって言われますけども、あのこれぐらいでちょうどいいと思います。お金を儲けるためにはもっと牛を飼ってヤギを飼って絞ってチーズを作ったらいいと思いますけども、お金だけが豊かさじゃないということをあの感じましたので、まあ、それがこれが本当の豊かさなんじゃないかなと思っています。だし、まあ、それを求めていました。今、絞り終わったミルクを、チーズ工房に持ってって今からチーズを仕込みます。人生の中で最も大切だと思っているのは家族です。なかなかあの子供たちに学んでもらいたいことは、実はチーズ作りっていうものじゃなくて、あの酪農の仕事っていうわけじゃなくて、その中であの奥さんとのコミュニケーションとか、ちゃんと終わったら重ねてよ、で見て、固まったでしょ、固く、フレッシュチーズです。私にとって大切なものが、ここに全てあると思います。家族と自然と神様。以前は神様のことが分かりませんでしたけども、今はしっかりとそのことが分かります。末日聖徒イエスキリスト教会の教えに従うことによって、よりあの神様に近づけるような気がします。そう、まあ朝から晩まであんまり休む暇もありませんけども、とてもエキサイティング、毎日エキサイティングな生活をしています。私は父親であり、夫であり、酪農家であり、チーズ職人です。一日の終わりにはクタクタになっています。私の名前は松原正則です。そして私はモルモンです。